い、みなさんこんにちは。ノーレー言えるのじゃん。ということでですね、ついについにノールが YouTube を始めました。イエーイ。僕たちノールはですね、北海道を拠点に歌、ダンス、そしてお芝居などさまざまなエンターテインメントに挑戦しているボーイズユニットノールと申します。 NORD でノールと言いますので、皆さんぜひ覚えてください。覚えてね。お願いします。早速じゃあ自己紹介していきましょうか。はい、はい、18歳枝元彩です。この抜群の顔と音、そしてこの抜群のスタイルを生かして今後頑張っていきたいと思います。お願いします。はい、最年少16歳船木武です。今ね、ちょっとまあ高校2年生ということで、いろんなことを勉強してるんで、これからね、どんどんこう頭を良くしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。今よろしくお願いします。はい、20歳の滝原ひかるです。はい、僕はですね、このチームの中でアクロバットをたくさんやっています。おお、確かに。なので、バック中だったり、前中だったり、側中だったり、結構くるくる回ったりするんで、あと、心霊動画がすごい好きなんで、あー、無理。僕たちもちょっと心霊の方をやっていきたい。はい、ノール一熱い男、阿保拓郎です。熱い。そして、北海道の金髪の中で一番熱い男、阿保拓郎です。熱い。熱い。こうね、暑さをね、どんどん出していって、いろんな体を張ったりですね、まあ、スポーツも大好きなので、スポーツもやったり、いろんなことに挑戦していきたいと思うんですけど、はい、どうだ、みんな。何だ、知らんわ。暑そうな、これ。いや、今日暑いんだよね、今日。暑い。脱いだか、暑い、もうこれ。これもう、いらないでしょ、もう。暑い。あー、別にいい体ではねえ。乳首が3つ目。はい。島大成です。お、そうだ。終わった。もう自己紹介ですね。終わった。島大成です。なんだろう。大成くん、ちょっとね、天然なんですよね。得意なものあるでしょ。あるでしょ。あ、自分歌が得意です。そうです。あ、それ一番うまいよ。そうだよ。島大成くんなんですけれども、あのマイケル・ジャクソンとかスティービー・ワンダーとか、日本人の清水翔太さん、和田アキ子さんなどがやられたあのアポロシアターというね、大きな舞台をね、経験してたもんね。はい、ありがとうございます。はい、私最後です。金岡瑠太と申します。ノールの中で一番清潔だと自負しております。そうだ。30分間に1回手を洗いに行きます。そんな僕はですね、この動画の中でたくさんおしゃべりもしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてですよ、はい、このメンバーは6人だけじゃないんですよね。そうです、ね、実はね、もう一人ね、リーダーの長崎祐介ってやつがいるんですけども、どっかに出てるかな、次ガリガリのやつなんですけど、ここにいるかな、ここかな、いるんですけど、彼もね、休業中なのでね、またいつか動画に出ると思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは僕たちなんですけれども、はい、YouTube をこれからね、やっていくにあたって、こんな企画やってみたいなとか、はい、そして、はい、どうぞ。ゲームやりたい。あ、ゲームをやりたいね。なんか実際プライベートでも、なんかなんたらゲームみたいなのさ、結構やるじゃん。そういうのを YouTube に出していって、行きたいね。僕もはい、私ノール旅したい、車で。なるほどね。それはいいね。前なんか一回やったじゃん。そうなんです、プライベートで。ね、去年の6月かな、小樽にね、みんなでも行ったんだけど、あれをね、もう一回やりたい。 YouTuber としてもう一回やりたい。他やります、皆さん。はい、やっぱりさっきも言ったんだけど、ツタバイゴッドさんとかもよく好きです。はいはいはい、心霊のね、あー、ワイキやってるんで、ちょっとぜひやりたいなと、うちのタクシロと。無理無理。いや、心霊だって良くないと思うよ。心霊ってだって寄ってくるじゃん、これからじゃん俺ら。いやだよ、怖いさ、心霊人に取り憑かれたりしたら。大佐なんかやりたことある？1日で何十キロ体重が増える感じ。あー、そうだ、きつい。いや、だからそれはあなたが食べたいだけでしょ。食べたい、食いしん坊なんですよ。まあそれもいいかもしれない。おー、なになに。1ヶ月もゲテモノだけ食うみたいな。虫、クモ、タランチュア、足長クモ、大体クモ。1回噛める？1回噛める。やっぱり1ヶ月虫っていうのは、1回頭の中で1ヶ月経由して、こう虫を食べる。やりましょう。生？いやいや、生いや、もう取って食べる。どこの民族？こんな時でも顔上げて、ありがとうございました。皆様からのリクエスト、コメント欄にてお待ちしております。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ、またねー。なんだろう。あと一歩でまたもうゲームオーバー、こんな毎日に気分相場。